どうもこんにちは、松井塾の松井です。ついに、書くの忘れました。1854年ですね。1854年、日米和親条約、ここでまあ鎖国体制が打ち破られるということになるわけなんですけども、イメージとしたら開国はしていいですよと、開国はしましょうねということになるんですが、貿易はまだダメねということですね。貿易に関してはもうちょっと要するにかなり要するに煮詰めて条文とか条約見ないと何もできないですよってことになるから、開国は一緒にしましょうねってことになるんだけど、貿易に関してはやっちゃダメですよというふうになっているのが1854年の日米和親条約ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。